今田耕司とモデルで女優の中条あやみが MC を務め、毎回ゲストが自分だけの第二の故郷アナザースカイを訪れる。アナザースカイの11月23日金曜日放送回に山下智久がゲスト出演。アメリカ、ロサンゼルスを訪問した山下さんが語ったこととは。ジャニーズの人気グループニュースとしてのアイドル活動、また亀梨和也とのユニット修二とアキラなど期間限定ユニットでの活動と並行して俳優としても、のぶた。をプロデュースやクロサギなどに出演、着実に評価を伸ばしていく中、2008年に放送されたコード。ブルードクターヘリ緊急救命が大ヒット。同シリーズはその後、2009年にスペシャル版、2010年には 2ND シーズン。昨年は 3RD シーズンが月9枠で放送され、今年公開された劇場版は実写邦画としては15年ぶりの超ビッグヒットを記録するまでに広がりを見せた。また2011年公開の明日のジョーではプロボクサー並みのトレーニングで約10キロの減量に体脂肪率も 10% 近く落とすなど、リアリティあふれる役作りで観客を驚かせたほか、世界的に知られる名作をドラマ化したアルジャーノンに花束を。では6歳の知能しか持たない主人公を熱演。超人気コミックを映画化したテラフォーマーズでは昆虫と融合した人間というこれまでにないキャラクターを演じるなど、多彩な役柄を演じ分けるその実力も高く評価されている。今回山下さんは2ヶ月滞在したことがあるというロサンゼルスへ。勝手知ったる街、ロサンゼルスで山下さんが今まで磨き上げてきた英会話を披露。お気に入りのビーチまでドライブしたり、プライベートで通っていたアクターズスクールで演技力をさらに磨いたり、また英語の発音を修正するためのレッスンを受けるほか、アルバム制作のためにレコーディングを行った超絶景レコーディングスタジオを訪問。ハリウッド俳優の友人との再会など海外セレブとの交流も多い山下さんならではのロス旅行にカメラが密着する。ここ最近は俳優としての活動が目立っていた山下さんだが、今年に入り音楽活動を再開させることを発表。音楽アーティストとしての山下さんの新たな姿を提示するアルバムアンリーシュドが11月28日水曜日に発売。初回生産限定フィール版、ラブ版、通常版がリリースされる。同作初回版には DVD とブックレットが同梱される。また山下さんは全国ツアーを開催中。音楽アーティストとしての山下さんの今後の活躍にも注目だ。アナザースカイは11月23日金曜日今夜23時35分、日本テレビ系で放送。